1番千葉斉藤宗則、2番東京高橋築、3番福岡高木和人、4番地元ホームバンク鈴木伸二、5番宮崎久島直樹、6番静岡小林博也、7番地元神奈川亀谷隆一、8番静岡伊藤拓人、9番青森小笠原翔太。発送いたします。以上のメンバーによる対戦です。今年最後のナイター開催、 A 級優勝は誰になるんでしょうか。亀手の号令かかりました。体制完了です。号砲になりました。第12レース A 級決勝戦スタートです。まず飛び出したのは2番高橋築です。続いて8番は伊藤拓人、1番が斉藤宗則、3番高木和人、外から上がっていく9番小笠原翔太、6番小林博也、7番が亀谷隆一、4番鈴木伸二がいて、最後尾に5番久島直樹です。第3コーナー先頭は2番車東京高橋築、昨日の準決勝で通算勝ち星100勝を達成しています。2日間持ち味を出し切っています。マークは9番車青森小笠原翔太、ここは高目標を得ました。小笠原翔太2番9番、3番手から6番車静岡小林博也、後ろは8番車伊藤拓と静岡コンビ、3日間連携となります。初日2日とワンツーを決めているこの静岡コンビ、3番手4番手6番8番です。1番車斉藤宗則は現在5番手、マークは7番車亀谷隆一、昨日はこの斉藤のまくりを追い込みました亀谷隆一、その後ろを固める4番車ホームバンク鈴木伸二です。1番7番4番難関勢、5番宮崎久島直樹は8番手です。初日と特選競争を制しました。昨日の準決勝は高橋築の後ろで粘って番手を取り切った競争、今日はどんな手を打っていくのか久島直樹、今日も任せる3番福岡高木和人、九州コンビ5番3番、青番を通過しました。3周回目の1コーナーです。徹底先行2番車東京高橋築樹が先頭です。マーク9番小笠原翔太、絆の強い静岡コンビ、3番手から6番小林博也に8番車伊藤拓と、1番斉藤宗則は現在5番手、このラインが一番長く3車です。地元の2人がつきます。神谷隆一と鈴木伸二、1番7番4番先に動いたのは九州コンビ、5番の九島直樹が上がっていきます。3番高木和人を連れて九州の2人が上がっていきます。今赤番を通過、多少周回に入りました。2番下高橋築引きました。一旦前に出た九州勢、アウトコースから動いていくのは1番の斉藤宗則、1番7番4番、そして外から行くのは静岡コンビです。さあジャンとともに先行体制に持ち込んだのは静岡勢、6番小林博也、8番車伊藤拓人、3番手は1番車斉藤宗のリーチを取りました。これで5番車の九州真直樹6番手、そして2番車高橋築は8番手となって、今 400m を切りました。静岡勢が行きます。1番車斉藤宗のには現在3番手で第2コーナー、2コーナーでまくりを仕掛ける1番の斉藤宗のより、番手から1番の伊藤拓人は出ていけません。さあ水素は7番亀谷隆一、外から2番車の高橋築だ、高橋築が一気に来た。第4コーナー待って、ここは2番の高橋築が前段捉えて一気に先頭でゴールインです。2番1番、12レース A 級決勝戦、今日はまくりました2番高橋築。勝負どころをしっかりと、さあリプレイをご覧ください。直線一気に伸びていきます2番高橋築。リプレイゴール線上をご覧ください。2番1番7番のゴールの通過体制のようです。スーパースローをご覧ください。